トモストラベル始まります。僕は今ですね、群馬県の伊香保町に来ています。この伊香保町はですね、群馬県ではほぼ中心にある渋川市にありまして、東京からはですね、直進で約120キロほどあって、車でも約2時間で到着できます。そして伊香保といえば伊香保温泉、群馬四大温泉の一つで、もう全国的にも非常に人気がある温泉地でございます。そして私の後ろをご覧ください。伊香保温泉を象徴する石段街が広がっています。この石段街は戦国時代、長篠の戦いで出た負傷者を癒すため、武田信玄の子である武田勝頼によって湯治場として作られたことがきっかけと言われています。2010年に石段を新たにね、50段新設して365段にしたそうで、温泉街が1年365日にぎわうようになってほしいという繁栄の願いが込められているそうです。では今からそんな歴史と風情ある伊香保温泉街を探索したいと思います。行ってきます。はい、じゃあ365段登っていきましょうか。行きましょう。ちなみに こちらは温泉ですね。そう、黄金の湯のはず。黄金の湯、あったかい、あったかい。おー、ほんま、うん、あったかい。ちなみに伊香保温泉は2つの源泉が流れています。一つが黄金の湯、もう一つが白銀の湯といいます。白銀の湯は平成に湧出したお湯で、黄金の湯は結構古くから親しまれているお湯だそうです。もうかなり歴史深いんだよね。そうそうそう、万葉集にも記されているっていうことから、うん、相当な歴史を誇るお湯と言われていて、うんうん、泉質は硫酸塩泉でね、それが空気に触れることによって赤褐色色になってるっていうふうに言われています。なんか鉄が含まれてるらしいよ。あ、鉄が入ってるんだ。そうそうそう。あ、今50段登ったところです。やっぱり標高700メートルもあるから景色相当綺麗だね。映るか分かんないけど山がね、うん、綺麗に見えてます。本当だよ。でこの石段街はこの石段の脇にお土産屋さんだとか、あとおご飯屋さんが立っていてっていう感じでね、ここが温泉街になってます。で94段を登ったところに、温泉がありますね。石段の湯という日帰り温泉で、大人410円で利用できます。めっちゃいい匂いするな。結構にぎわってるよね。かなりにぎわってる ね。人も続々といらっしゃって、なんて読むのこれは千良木神泉亭という、創業がもう400年超えの、うん、もう超老舗旅館で、うんうんうん、もう明治時代のこのまあ文豪が好んで宿泊していた宿として有名です。へー。なんかやっぱ弓矢とか射的屋とか昔ながらの遊びっていうお店が多いよね。うん、そして石段街のほぼ真ん中に廃墟旅館があります。
後ほども何件か出てきますが、伊香保温泉は人気温泉地である一方、廃墟旅館が点在する場所でもあるため、渋川市としても悩みの種となっています。町の景観の阻害はもちろん、2020年には休業中の旅館が火災で全焼するなど、トラブルにも頭を悩まされています。このように伊香保に廃墟が増えてしまった理由については、後ほどゆっくり解説をします。入ろうと思ったら入りそうだけど、開けたらノブが取れそう。で、この村松旅館という旅館なんですけれども、これ数年前に廃業して、もう廃墟化してるっていうふうに聞いてたんですけど、今1階部分が、これ射的場になってますね。隣はカフェになってます。いや、こういうなんか廃墟の再利用っていいですよね。まあ、観光客のさらなる集客にもつながりますし。はい。で、伊香保といえば、うどんがね有名なんですけれども、この石段街の中でも人気のうどん屋さんが10時半からまだね5分後ぐらいに開くんで、ちょっとね、ここで早めのお昼を食べたいと思います。メニューがね、意外と多くてね、ちょっと迷ったんですが、店員さんのおすすめのザルセットを2人で注文しました。お互い初めての水沢うどんになったんで、とても楽しみです。いやー、改めて見ても美味しそうですね。麺は細めでコシと弾力があってですね、あっさりでとてもみずみずしかったです。天ぷらには元から塩味がついていて、天つゆなしでシャキシャキの野菜を堪能することができました。10分ぐらいで完食しちゃいました。いや、美味しかったね。美味しかった、ツルツルだったよ。今11時過ぎだけど、人がめちゃくちゃ増えてます。本当だ。もう老若男女問わずね、いろんな人が来てるね。だいぶ増えた。6時から10時ぐらいまでは空いてて、それ以降は人がかなり増えるんだよね。あ、らしい。お店が開き出すしね。ね、源泉湯桶、桶があります。湯の花まんじゅう、これ温泉まんじゅうのおそらく有名なお店なんですけれども、全国的にも売られている温泉まんじゅうっていうのは、この伊香保温泉が発祥だそうです。なんでだっけ。伊香保温泉の小金の湯はね、湯の花の色が茶色なの。あ、黄金色の温泉だから、うん、手ぬぐいが茶色になっちゃうぐらいの、そういう色の温泉なんだけど、その茶色を受け継いだまま温泉まんじゅうっていう名前に全国的に広がったらしい。へえ、なるほど、石段の204段目には与謝野晶子が大正9年に発表した伊香保の町という詩が刻まれています。これは当時の伊香保温泉街の様子を歌った詩だそうです。石段街にはご覧のように江戸プレートが埋め込まれています。江戸時代の伊香保には大屋と呼ばれる14軒の温泉宿がありました。うち12軒の大屋に12支を名付け、
明治維新まで交代で関所の役人を務めていたそうです。十二支の江戸はその屋敷跡を示すものだそうです。すべて探しながら散策するのも面白いかもしれませんね。はい、先ほどのお土産屋さんから路地裏に入ると何やらまた廃墟旅館があります。この路地裏には人気もなく、石段街の活気は全くと言っていいほどありません。ハイスナックもあります。なんかでもさっきの村松旅館みたいな感じで、一回はお店になってるかもしれない。お休みなだけ？多分そうかも。うん、多分明らかにそうだね、これは。いてて。群馬地域限定旅行クーポンって最近だもんね。うん。今日お休みなだけか。いやー、石段街とは景観がガラリと変わりましたね。もう少し先に進むと、何やら廃墟旅館っぽい建物がもう一軒あります。これも旅館かな。うん、なんかぽいな。ねえ、どうなってるんだろう。あ、旅館っぽい。すごいね、両隣が引き絞ん旅館と白木鮮明亭に囲まれて真ん中に挟まれる感じになってるから。この真ん中はダメだったってことだろうね。ちょっと調べよう後で。いやでも本当に石段街はね、あれだけ人とお店で賑わってるけど、ちょっと中に入るともう異世界だね。うん、うお、なんか青山旅館の提灯が揺れてるぞ。そんなことでビビらないで。じゃあちょっとこっち側も行ってみましょうか。先細い道があるので。んこっちはなんか居酒屋さんとかかき氷屋さんがあるぞ。うん、あ、なんかこれお祭りの出店みたい。五平餅、ラーメンもあります。だいぶ静かになったね。でもそうだね、ちょっとだいぶ風情が変わってきました。シャッターがほぼ閉まってる。あ、石坂旅館。ちょっとこっち行かん。うん、いや景色良さそうだな。うお、めっちゃ景色いい。ね、まだ雪が積もってる山がよく見えるよ。もう、なんだろうな、やってるかやってないかわからないお店がずらっと並んでるね。そうだね、一本中に入ったら、うん、全然景色が違うな。全く違うよ。うん、なんかスナックが多いね、これとか。あ、正面とかもね。これはなんだ、スナックか。うん、これタイ語。あ、タイ語だ。ほら、タイ料理屋さんがあります。でこちらにはスナックです。ちょっとなんか、ここはスナック街。うん、ハイスナックが2つねあります。夜にスナックに出るような方とかもあんまりいないのかな。結構古い建物だもんね。相当古いよ、ね、なんか木の匂いがかなり古い。うん、うん、ここは伊香保ホテル松屋。松屋
で、このホテルは2004年に温泉偽装問題ってあったのは覚えてるかな。あー、なんかニュースでやってた。そう、まあね、長野県のとある温泉旅館がやってたんですけど、その時に、まあ、伊香保温泉と水上温泉も同様に何軒かね、温泉偽装をやってるホテルが発覚しました。で、伊香保だけで確か10軒ぐらいのホテルが温泉偽装をやってたんですけど、まあ、それ公表されたんですけど、この松屋はそのうちの1軒だったんだ。1軒です。いや、でも結構立派なホテルだね。そうだね、伊香保の角地にあって、うん、絶対眺めも良かったよね。だと思うわ。坂がでも勾配きついね。本当だね。ちょっとすごいな。それは石段がいるわ。で、すぐ隣の三松館はまだ現役でやってるよ。へえ。ここも政府登録国際観光旅館ですね。で、隣のホテル栄は廃墟。ああ。うん。ホテル栄。車止まってますね。気をつけて。はい、で、こちらが銀英っていうなんかストリップショー、ストリップパブのお店だったそうです。うーん、で、これ見えるかな。まあまあ、ピンクコンパニオン的な感じで旅館の出張とかもやっていたそうです。コンパニオンさんの派遣。へえ。座敷出張なんて聞いたことないよね。時代を感じますね。またこれは余談ですが、先ほど私が歩いてきた路地裏通りでは売春なども盛んに行われていたようです。今お見せした銀英などはまさにそうですが、かつては伊香保温泉に慰安旅行といえば、そのような夜遊びを楽しみにする男性客で溢れていたそうです。ご覧のように伊香保温泉には多くの廃墟が点在していまして、その理由は主に3つあると思っています。一つはバブル崩壊により団体客の予約がなくなったということです。これは伊香保のみならず多くの廃墟旅館に当てはまることだと思います。もう一つは戦術した温泉偽装問題によるイメージの悪化も顧客離れにつながったと思われます。実際ですね、2004年に温泉偽装が公表された旅館は現在半数以上が休業や廃業しています。3つ目は上越新幹線の全通です。これにより東京から新潟まで新幹線を利用すれば2時間で行けるようになってですね、観光の選択肢が伊香保以外にも広がったことも顧客離れにつながったかと思われます。このように伊香保温泉はにぎわう石段街の裏側で深刻な悩みを抱えている街とも言えます。まさに光と闇が交錯する街ですね。ではまた石段街に戻ります。で、またも石段街から入れる、老舗旅館があります。これね、岸権旅館と言います。ご覧ください、あのね、政府登録国際観光旅館ということで、ここもね、創業400年以上経っている超老舗旅館で伊香保を代表する旅館です。足湯があるんでちょっと入ってみましょうか、せっかくなんで。タオルある？ない。
ちょっと。はい、今200段が過ぎたんですけど、どんどんね石段の幅が狭くなっていきます。上り下りでね、なんか取っ手というか仕切りができてます。お土産屋さんが増えてきたね。そうだね。湯の花まんじゅうのお店がかなり多いね。うん、いろいろあるね。ね、美味しいんかな。いや、かんない。はい、249段目。249って言ったら、うん、結構ねすごい果てしなく疲れるイメージだけど、うん、なんか見るところがいっぱいあるからさ、うん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 、あ、そうだね、まあ、ところどころ止まりながら進んでいくから、うん、そんなに辛くないよね。全然なんかあっという間ね。まんじゅう食べたりうどん食べたり、ね、うん、ゆっくり登っていけば。あ、福市。この福市はこの伊香保温泉街の中に50軒ぐらい宿がある中で、5軒だけね、2種類のお湯が楽しめるっていうことで、その中の1軒です。貴重な旅館ですね。ここもね、400年の歴史がある旅館です。ちなみに今回はここの一角の海長楼っていう旅館に宿泊するんで、後日ホテルレビュー動画あげますんで、もしよければご覧ください。はい、もう少しでゴールです。到着しました。お目当ての店、松月堂といって、さっきに言ってくれた湯の花まんじゅうを初めて売り出したお店です。今日はここで温泉まんじゅうを食べるってことも、目標できたんで食べましょうか。食べましょう。これちょっとね、この薄い色の温泉まんじゅう初めて食べるわ。あ、ちょっと本当だね、うん、薄茶色だもんね。うん、じゃあいただきます。はい、うん、美味しい。なんかね、塩味も結構効いてて、皮に、ね、弾力があるわ。あ、そうなんだ、うん、美味しいねこれ、うん、ということで皆さん、食後のデザートに、うん、ぜひ食べてください。美味しいです。さあ、ゴールが見えてきました。階段登ってるじゃん。あと一息。321段目だから、うん、まあ、この辺りから追加されたんかな、新たに。ああ、そうだね、310段までしかなかったはずだから、ね、もうお母さんが頑張ってますよすごいよね、でもだいぶご年配で来られる方って、うん、到着しました。が登り切りましたよ。これが頂上ですね。はい、はい、365段登り切りますと伊香保神社があります。なんかゴールにはふさわしいの、そう、神社があるって。じゃあお参りして、はい、ここで終わりではなくて、さらにね、先に進むと、露天風呂と温泉が飲める場所があります。はい、じゃあ行ってみましょう。めっちゃ景色、これどうなんだろう、紅葉の時期とか。いや、素晴らしいだろうね。夏も、うん、ね、新緑で綺麗なんじゃないかな。うん、ね、うわ、ん、匂いがすごい、うん、何の匂いだ。いや、なんかもうすごい臭い。うわ、生々しい。なんだ、うお、ちょっとどいて。蓬莱館っていう
休憩用レンタルルーム完備。めっちゃ壊れてるじゃん。屋根や壁が崩落した後に補修したと思われるトタン板の継ぎ上げを見て目頭が熱くなりました。懸命な経営努力をするも石段街にある大型旅館にはかなわなかったようです。いや、一気に景観が変わりましたよ。これやってないよね。いや、これはやってないね。せんべい屋さん、ああ廃墟になってます。多分300メートルぐらい歩いたかな。はい、今ね目の前にあるこの橋はカジカ橋といって伊香保でも有名なスポットです。千と千尋の、うん、モデルになった橋と言われてるけど定かではない今ね橋の下から川を眺めてるんですけど、なんかね茶色いんですよ。真相は定かじゃないんですけど、小金の湯がもうそのまま流れてるから、このような色を形成してるっていう風に言われています。茶色い川ってなかなか見ないよね。そうだね。お、もう飲泉所じゃないですか。ありましたよ。ありましたよ、ゴールで。これがかの有名な万葉歌碑ですよ。じゃあいただきますね。あったかい。なんだこれ、すげえ錆びてる、鉄錆の匂いが、うん、あ、でもこれがねいい効能があるんだろうね、体には。すごいな。いや、衝撃的な味でしたね。もう鉄飲んだことないよね、あんなもの人生で一度も。ないさすが日本一まずいと言われる陰性です。ああ、そうなんだ、うん、まあ、それはすごく分かったね、うん、身をもって実感しました。まあ、降りるのも降りるので段が高いからしんどいね、膝にくるね。そうだね。いや、ちょっと違うジャンルのチャンネルなんでやめてもらっていいですか。こっちに行きましょう。こっちにさ、ちょっと見てよ。怖いですね。そっちもいいって。ちょっと待ってよ。人っ子一人ないけど、この光だけこうこうとついてる感じ、うん、これさ、なんか千と千尋の神隠しの卒は最初のさ、場面の雰囲気ない？確かに言われてみればあるね。そう。はい、ということで以上が伊香保探索でした。四大温泉でもある温泉街は平日にもかかわらず大変な賑わいを見せていました。私たちは海長楼という旅館で一泊し、小金の湯と白銀の湯の両方に使ってきましたが、どちらも人気の理由がわかる素晴らしいお湯でした。宿泊した海長楼は感動すら覚えるほど素晴らしい旅館だったので、
ぜひまたリピートしたいと思います。一方で点在する廃墟旅館は社会問題にもなりつつありますが、改修工事や一部フロアの有効活用なども積極的に行われており、少しでも観光客に喜んでもらいたいという伊香保の姿勢には応援したい気持ちになりました。私にできることはたかが知れていますが、ぜひまたこの地に観光に来てお金を落としたいと思います。皆さんももしよければ伊香保温泉街行ってみてください。歴史と風情ある素晴らしい街です。では長時間のご視聴ありがとうございました。さよなら。